新観音、津観音は三重県津市大門にある寺院。正式な寺号は江日山観音寺で、宗派は真言宗大御派。本尊は聖観音菩薩、浅草観音、大須観音と並んで日本三大観音の一つとされる。大門地区は同時の門前町から繁華街として発展した。三重県では先週時に次いで2番目に参拝者数の多い寺院であり。 2013年には23万人が参拝した。本尊の他に数形を集めてきたのが、国府阿弥陀如来と呼ばれる三尊像である。秘仏であるが、毎月18日などに会長される。江戸時代に、江戸へ運んでで会長を行ったことから広く知られるように言った。伊勢神宮の往復に立ち寄る参拝者が増え、阿弥陀に、もで、参らねば、片山宮と言われるようになった。 寺でこの阿弥陀を、天寺寺大臣の本事物と位置づけていたように、神仏集合を伝統としている。2012年には、観音寺を、美写門店の一番札所として、伊勢の綱な福神巡りが改装された。勢い日雑期、近世の知史等が伝える伝承によれば、創建は、奈良時代の初め、和道2年、709年に、伊勢阿古木が、裏の漁夫の網に、 生肝論立造がかかり、これを本尊として解散したのが始まりであるゆう。しかし度重なる災害にあったためか、以後中世までの記録が一切残っていない。新観論に関する現存最古の明確な文献は、室町時代の影響2年、1430年、将軍、足利義則が長命を報じて、観論寺の境内に、三重と及び、恵美印を建立し、 若干の治療をつけたことに関するものである。観音寺は、もとは、現在の辻竜山にあり、影響2年の時点で、観音寺の境内には、道具が立ち並んでいたのは確かである。厚生元年、1455年、当時の守護代である、長野山と守る教皇からの下事上、武家様式の文書によると、室町時代に、観音寺が使い初のために、 領主の特別な被護を受けたことが知られている。この時代の文献に見出せる境内の建物は、観音寺、恵ぐみ音院、不動院、三重等および、当初観音寺とは別の地にあった六大院、大法院のみである。このうち不動院についての資料では、炎徳2年、1490年春頃、辻生来寺の会期で、天台新税州の宗祖、新税商人が、 伊勢国に行家の際、観音寺境内にあった、不動院に滞留して、観音堂にて諸人に念仏を進めたという。このため、不動院本堂、小室には、本尊不動明王の脇団に、神勢商人の木造を安置していた。そして、聖来寺の住職が、新参の際はまず不動院に入り、聖来寺寺寺中の出迎えを受けて入山することが、例となって、近年まで守られていた。 しかし、明王七年、千四百九十八年土方に、大地震があり、全地を海水に浸されたため、近在の民家と共に、観音寺も現在の土大門町に移転した。文安元年、千百四十四年、後に、観音寺の達中、境内にある寺院となる六大院、後の大法院が創建される。六大院はもともと、土川下郡久保田にあり、宝来山六大院と申した。 東、傍城家の勇士となった、長円傍城の会期である。長円傍城は、御花園天皇より、直眼臨時という天皇からの祈祷願いを記した命令文書を賜っており、朝廷からの信任の厚さが伺える。ついで、朝慶商人も東、傍城家の勇士となり、永正十六年、1519年、御なら天皇に直学、 新刊という天皇自筆の書を賜った。この頃より六大院と東傍城や及び宮中の関係が深まり、大法院の住職は代々東、傍城家との有志関係を結ぶことが古例となり、この習わしは近代に至るまで守られていた。この恩に報いるため、六大院は宮中に祈祷の関数や茶を奉納するようになり、大栄元年1521年、 五柏原天皇より、女房宝書が届けられ、ついで天文三年、1534年には、五奈良天皇からの女房宝書が東、坊上家を通して届けられた。特に五奈良天皇からは永戦時、住職と寺院に対しての、称号や、総会授与に関する文書を賜っている。この時点で、相当の自覚ある大事であったと推定されるが、永六八年、1565年、 織田、北畠両家の合戦の際、陛下に巻き込まれ消失してしまう。室町時代の a 十1年、1568年には、伊勢国上野城、辻川下町を上の居城としていた、織田信長の弟信金が、あの辻城主の細野藤厚氏の恋を入れて、観音寺にてその聖主を取り交わした。その後辻城主となった、織田信兼は、 天正八年、1580年古刹六大院の敗防を嘆き、六大院と他の三つの寺院を津寒の境内に移し、以前からあった、不動院、恵御院と共に一山を再興した。小田信金が再興した時、鈴鹿市国府の阿弥陀如来、両脇寺を六大院に移し本尊とした。これを国府の阿弥陀と称し、伊勢神宮、天照大臣の本事物、 神仏集合として広く、庶民に会長し、江戸時代には伊勢三宮の同社が増加するに伴って、採客かかとを接するようになった。このため、おかげ参りの際には、道中観音寺に立ち寄って参拝することが、習いとなり、津に参らねば、肩参りと言われ、ゆえんとなった。江戸時代、遠路の者にとって、おかげ参りはまさに一生に一度の大旅であった。 現在のように交通手段が整備されていなかったため、道中何らかの理由で旅を中断しなくてはならない。もの、観音寺にて、国府阿弥陀如来と、伊勢神宮の方角を拝んでから帰路についたと言われている、このような要所は、日本各地に存在していた。また大法院、第九大院下の法院長鷹は、優れた書家で、豊臣秀吉の隣学問の師範であったので、 秀吉出陣の際には常に記念を怠らなかった。この恩義に報い秀吉は六大院に治療桃石を付する主院状を下した。長高法院のあざなを大法坊といったところから、この後六大院を大法院と呼ぶこととなった。しかし、安土桃山時代の慶長五年、1600年、石田三成法の軍勢が都城を攻めた時、陛下を係り人山の同坊者は皆、 消失してしまった。江戸時代に入ると、慶長十三年、1 6百8年、東道高虎が、伊予国から天保せられて新たに、津藩主となった際に、観音寺が、津城の鬼門に当たるとして、再建を大いに助けた。慶長十八年、1613年、観音堂が再建され、ついで玄奈三年、1617年に凡庄と、手労堂、 寛永六年、1629年に、徳川家光の病気兵与を祈願して、二王門が再建する。他にも、阿弥陀堂、御魔堂など多くの同房者、及び事業や法務が、津藩主である東道家から寄進され、次第に、主要建物が具備されていった。達中である、大法院も、秀吉から賜った、桃石の衆院場が、徳川幕府になっても変わることなく過付された。 二代将軍、徳川秀忠、三代将軍、徳川家光からも、桃石の衆院上を下付され、この霊は幕末に至る間の代々の将軍家から守られた。観音寺も後に、津藩主から祈願料として五十国、被災藩主から十国の寺料を頂戴したが、大法院は将軍家の衆院上であり、御花園天皇よりこの方歴代天皇の直眼の臨時を賜っていたため、 観音寺境内にあっても、大法院は別格であった。そのため、観音寺の東領寺院という立場に置かれ、場所も観音寺六坊の外にあった。不動院にて、完成2年、1790年には、元織のり長を迎え、歌会が盛大に行われ、本願院では、開永6年、1853年上下の大聖人が、京都赤門神学の芝田遊夫王。 竹治を招いて、進学童話の会が開かれたよう、文化人が集まる寺院でもあった。そして門前町である大門には、都城家発の一般上町民子のための学館として、修文館が開校した。この頃の観音寺境内風景が、完成九年、1797年に記された、伊勢三宮名所図絵に、鬼押さえ節分の行事と共に描かれている。 現存する資料の中で、江戸時代末期に至るまでの観音寺境内に、あ、書道は、下記の通りである。明治維新の変革は、観音寺にも多大な影響を与えた。長年の藩主や、将軍家の保護から離れた観音寺は、庶民の祈願書という本来の姿に帰って、信仰の中心、娯楽の中心として市民に親しまれ、都市が発展するにつれて、ますます賑わうようになった。 経済には、養成小学校、第二文校や、尋常小学校、津行政事務区長役場、現在の市役所、津商業会議所、商工会議所の前身、銀行集会所、あけぼの座、寄せの解説など、津市民の企業所として、行政、経済、文教、娯楽の中心的な役割を果たした。しかし、昭和20年、1945年7月28日の、 夜、アメリカ軍が全市にわたって投下した、焼夷弾によって、市街建造物の大半とともに、観音寺の道具も一夜にして、灰となった。この時、消失したのは、観音寺の山内寺院七か、寺、旧国宝の観音寺本堂と大法院本堂を、含む41棟を全焼し、総坪数900坪に及び、観音堂は、 慶長の建立から330年目のことであった。そして戦後の昭和24年、1949年3月、川下郡、久保田の安養寺本堂を移築して、仮、観音堂都市落景、昭和43年、1968年には、市民が待ち望んだ観音堂が再建された。観音堂落景から12年後の昭和55年、 1980年、本格的な再建事業が始まり、同年に大門が完成。昭和59年、1984年に、主労堂、昭和61年、1986年、長寿屋方が完成。平成に入ると、平成元年、1989年、修造庫、平成6年、1994年、御ま堂、平成13年、 2001年資料館と県開発の木造五十棟が完成し、現在の境内を成し、かつての映画を取り戻しつつある。新観音記をさえ行事の名残として行われている行事。かつて観音像が網にかかって会場から上がった時に、鬼が観音像を奪おうとした故事に由来する。観音像を奪いねくる鬼を武士に扮した町役が刀等を持って退治する行事で、 鬼をうまく追い払った年は、豊漁になると言われたが、あまりの激しさに死傷者が出るほどであり、幕末に一時中止、明治四年、1871年には廃止された。昭和30年代に鬼押さえ豆巻きが行われるようになり、平成9年、1997年に鬼押さえ、行事として復活した。現在は上刀に見立てた竹が使われている。は 国指定文化財、霊県指定文化財名称、時代、美行、名称、時代、美行、名称、時代、美行、名称、時代美、名称時代美行。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。